第4章そいつは楽じゃねえぜ細引きと紐と帯とたすきとあらゆる長えものを集めてめちゃめちゃに縛られたからそれより俺の方がい,いえ自慢ではないけれど歯ならネズミのように丈夫だから2二人は押し問答を重ねながらそれぞれの眺めを当たってみましたがおまちの方が勘もよく歯も丈夫そうだと分かると 八五郎もついにはお待ちの申し出を聞くほかはなかったのですそいつは気の毒だない,いえこれくらいのことでもしてあげなきゃお待ちは時々息を休ませながら真剣に八五郎の後ろでの縄の結び目にとっ組むのですそれはなかなかの難行でした手を縛ってあるのは前掛けの紐らしい真田紐で二つ三つ厳重に結ぶとこの世の 終わおまちの待ちの唇がけむくじゃらな八五郎の手首に触れて熱い息が手の甲にかかりますおおそうそう八五郎はふいに大きな声を出しましたなに兄さんおまちさんがこの家を抜け出して天寺へ行った時手伝ってくれたもんがあると言ったね妙な話題を思い出して八五郎は救われたような心持ちになります お町の唇と歯は事務的に動きますが若い八五郎にとってはそれはなかなかに我慢のならぬ感触ですおてつさんよそれは何だよおまつさん私のいとこ母は奉公人並みに扱っているけれど私のいとこには違いない私が嫁入りの時付き添いとも奉公人ともなく一緒に鹿島屋へ参りました 私が逃げ出したあと自分の家へ帰ったことと思ったのにこの鹿島屋に踏みとまっている様子でさっき店先でちらっと見かけましたがおまちは息弾ませながらこれだけのことを説明してまたネズミの作業に取りかかるのですそいつはとんだ手助けになるかもしれねえな,な呼び寄せる工夫はねえもんかなあ動かないでもう紐が切れますうっかりすると兄さんの腕に噛みつきそうで そいつは嬉しいねくわばらくわばらそんな冗談を言ったらおちさんはひもをつぶすだろう悪い口だよ八五郎は自分の手を挙げて自分のほうをたたくと闇の中に長いあごが高々となるではありませんかおっ縄が切れたのか <laughs> 意地悪をしてやったの冗談を言うからそらありがてえ こうなるや百人力だどっこい今度はお町さんの名前を解いてやろう俺の方は歯は丈夫じゃねえが指の力は確かだ向こうを向いてじっとしていいえ私は解いてもらいたくない八五郎さんは早く抜け出さなきゃならないけれど私は縛られたままこうして役人方の来るのを待っているつもりなの冗談じゃねえぜ悪人が来たところで言い訳を聞いてくれる気づけはねえ私は縛られたまま お奉行様なり公方様なりの前へ出て言うだけのことを言ってやりたいお奉行は俺より話がわからねえよ八五郎はお町の抗議に構わずその作業を進めるのです第五章まもなくお町は自由になりましたまあしょうがないのね兄さん証拠となしにお町は瓶をかき上げたり手足をもみほぐしたりしております 義理に縛られていることはねえぜ。さあどこへでも行こう天寺だってこれよりはしゃれてるぜ八五郎はおまちを誘ってもう一度鎌倉の天寺へ行き来だったのかもしれませんあ外から閉まってますよおまちは何度の戸を二つ三つ動かして八五郎を帰り見ましたどれ開かなきゃ敷居から外すまで残った八五郎がかばってやってみましたが 八五郎の剛力をもってしても、これは手軽には飽きません。後ろの方はおまちは反対側を指さしました。だめだめ、感情なこぼしだしようがないね。2人は何度の闇の中に顔を見合わせました。しめはといても、これではどうすることもできません。おや廊下から一筋あかりが差して人の足音が聞こえるのです。 お待ちさん。押しつぶしたような女の声でしたはっとしたおまちはわずかに落ち着いて「誰私まあおてつさんそれは鹿島屋にいるたった一人の味方おまちの付き添いだったおてつという女に違いありませんそっと開けますから出てくださいもう店に役人が来ていますから捕まったら助かりようはないそんなこと 私は身に覚えはないんだからダメダメ役人はそんな言い訳を聞くはずはないどうしようおてつさんだから逃げてくださいな他に工夫はないそういううちにもおてつの手は動いて何度の戸の外からかけたしんばりと若木を外し恐る恐る一尺ばかり引き開けるのですさあ早く 小手招くおてつに誘われるようにおまちはひらりと身をひるがえしましたこうなってはもう遠慮は無用で躊躇する隙もなかったのです続く八五郎を一歩外へ踏み出すと「ほっ逃げた!」鼻の先にったのこえたじろぐ八五郎に一人の若い男が自分の体をつぶてにしてたたきつけるのですふいをくらって八五郎は尻もちをつきましたが も武力も用いる隙もありません「逃げたみんな来てださい」その声に応ずるように一本廊下の店の方からは五六人の若いのが一塊になって飛んでくるのです「やろう。修行にしろ」その温度をとるのはじっても高々と振りかざした般若の六のまずい顔ですその間にお町はおてつに手を引かれて廊下の途中からはしごの下に逃げ込みました 町黒さんが小戻りするお町をしかと抱いて待ってお町さん今顔を出しては悪い悪いおてつの医師は非常口の外へお町を誘うのです平治出馬銭形平治は26まだ独り者で貧乏で明人下の長屋に親の代から住んでおりますが ようやく実手一丁の主になったばかり、江戸一番の人気男でも何でもなかったのですどんなに買いかぶってもいい男でも何でもなかったのですが苦み走った爽快な青年で町内の誰にでも可愛がられ分けても若い娘たちの人気は大変なものでしたそんなわけで望みさえすれば朝夕の世話の仕事はわんさとあったわけですが平次は 後の煩わしさを嫌って隣のおばさん六十を越したお松ばあさんに三度のものをこさえてもらい留守番も頼み掃除もしてもらいましたお松ばあさんは平時に嫁を世話してこの一切の世話を譲るのを日頃の願いにしておりますが世の中の多くの中途たちと同じようにそれがまた一つの寂しさでもある様子です 近頃はまたその寂しさを募らせるように平次の家を訪ねてくる若い女が多くなってもいるのは何としたことでしょうちょいっと平次親分もう寝てしまったのかえ平次は返事をするのが面倒くさくなりましたお松ばあさんはまた年寄りらしく寝そびれてしまって話し相手ほしさに壁越しの平次を起こしているのでしょう 平親分ちょいっとお客様だよ女のお客様さお松ばあさんの声は面白そうに弾みます「いしてくれよおばさん女の客は苦手だから御用ンターで二三日姿を見せねえとかなんとか言ってそんなわけにはいかないよもう親分はいると言ってしまったからあんまり若い女をよけるとろくなことはないよあンちん清姫という試しもあるんだから」。 ザーダン言っちゃいけねえ。そんな罪を作った覚えはねそれじゃあ、やっぱり断ってやるよ。両国のおしずさんとかいう人だが。おお、待ってくれ。おしずなら話がある。平治はのこのこをき出しました。両国の水茶屋の着身娘のおしずというのが、商売柄にも似ず、うい,ういしく、潔癖な平治も妙にこの娘に好意を感じていたのです。 あれ現金だよ親分はお静さんと聞くと起きだしたりしてそのお静さんはどこにいるんだ親分の家の方へ回ったよ表を開けてごらんピカピカする娘が2人ご来合のように並んでいるからなんだ早くそう言いやいいのにはいはい私が悪うございましたそんな方とは知らなかったものだから二軒長屋の壁隣 めったにうちにいることのない平時は、お隣のお松ばあさんに取り継がせるばかりでなく、客があればお茶の世話までさせているのです。おばあさん、火があるならいつもの通りお茶を頼むぜ。はいはい。お松ばあさんはうもれビをかき起こして対して面倒がりもせずにお茶の支度などをするのです。今あとをあけてやるよ。立てつけが悪いからしばらく待ってくれ。 じはあわせにきがえるとふとんをまるめてさておもてのほうにかかるのです。